さあ両チームの選手たちが今このサンガスタジアムバイ京セラのピッチに足を踏み入れます。アウェーのファジアーノ岡山のキックオフでゲームが始まりました。ここはバイスが跳ね返す。宇高から中、松田、沖縄シュート、梅田役止めた。いや素晴らしいコンビネーションですね、梅田ここはナイスセーブ。ファーサイドには川本が待っていました。さあこれは面白いバウンドになっている。宇田が絡んだ、宇田がシュート、無人のゴール、宇田が今シーズン11得点目。ホームの京都サンガ FC が先制しました。宇田が今シーズン11点目は技ありのロングシュート。ピンチの後にチャンスありですよね、基本的にはやはりこうバウンドさせてはいけないですね、ここで、それが命取りになりましたね。でもこれも簡単なシュートじゃないんですよ、後ろ向きですし振り向きざまのボレーですからね。ファジアーノ岡山跳ね返す。マサテーマからシンプルに前、さあピーター・ウタが、ピーター・ウタが走っていく、スピードがある、スピードがある、振り切ったシュート、こぼれた宮吉、ここはシュートブロックだ。ここは浜田瑞希のシュートブロック、素晴らしいプレーですね。ここフリックパスです、3本つないで彼のシュートですね、よく防いだんですけども、ここもカバーが良かったですね。ここは宮吉が押し込むかという上条が行く。ここは京都さんがパスを回していく。川崎、さあ川崎は強さを見せる。豊か、豊かから川崎シュート、京都さんが2点目。豊かと川崎の素晴らしいコンビネーションから川崎壮太、今シーズン2点目、京都さんがリードを2点に広げています。落ち着いてますね、最後ここのヒールパスが巧みですよね、決まりましたね。白井英治、切り返して、ここで試合終了の長い笛です。サッカーを愛する全ての皆様へ、 J リーグはお客様にスタジアムで安心安全にご覧いただくために新型コロナウイルス感染症予防対策を徹底しております。これからも皆様にスタジアムで全力のプレーを、熱気を、臨場感を、一体感を感じていただくために J リーグは対策を徹底します。スタジアムでお待ちしています。